舞台は関門海峡の真下を通るトンネルです。参加したのは北九州市門司区の小学生と山口県下関市の小学生およそ60人。児童が耳に当てた糸電話に下関市側の小学生の声が伝わってきます。今回のミッションは日本記録242メートルを超えて声が聞こえるか、お互いに門司と下関の名所や特産品を伝え合いました。タコ、夏みかん。見事日本記録を超える250メートルを達成。後日認定協会に新記録を申請する予定です。日本人